誰？あんなの見たことねえぞ。見事だ。あれがノークイーンに結界を張っている四年石か。氷河によって地底から削り出され、何万年もかかってここまで運ばれてきたのだろう。あれほど巨大な天然の四年石はフォーティアにも滅多に存在しない。まるで超一流の風景画から飛び出してきたみたいな景色だね。施設を整えればいい観光地になりそうじゃない。昔は俺を里に縛り付ける呪いみたいに思えたもんだったけどな。あそこにお母さんの思いがあるんだね。あたし一番。あ、ゼライザ、僕も。さあ、皆さん参りましょう。氷河の上なのに暖かくてこんなに緑が溢れてる。これも四年石の力なんだね。17年前のクリードとの戦いの後、インカローズと教会に追われ冬山に逃げ込んだ私たちは、猛吹雪の中偶然この場所を見つけ生き延びることができました。そしてこの暖かさの中で琥珀が生まれ、アイオラが息を引き取ったのです。そうだったんだ。ここが私の生まれた場所。アイオラの死とともにこの四年石は結界を生み出しました。シーラの言う通り、里の結界は翡翠と琥珀を案じるアイオラのスピリアそのものでしょう。琥珀、残酷な仕打ちだとは分かっています。ですが、お母さん、私はずっと守られるだけだった。お母さんに、お兄ちゃんに、おばさんに、そしてリチアに。でもね、外の広い世界を知ってたくさんの思いに出会って、私にも守りたい人ができたの。そう、きっと昔のお母さんと同じように今まで守ってくれてありがとう。お母さんの温かい思いは私が受け継ぎます。行こう、みんな、サンドリオンへ。ああ、気づかねえうちに立派になりやがって、ちょっと寂しいよな。はい、ほんのちょっぴり。でも頼もしくもあります。翡翠、あなたも琥珀に負けないくらい立派に成長していると思いますよ。で、ここからサンドリオンなんて空の上の化け物へどうやってスピルリンクするんだ？この四年石の力を使い、皆さんのスピルリンクを私が支援します。結晶騎士のお二人、手伝ってもらえますか？ダイロクス、ペリドット、やれるか、お前たち？は、問題ありません。問題ありすぎ。そんな重労働、後で超過手当請求するからね。自分もリチア様と共に残ります。いいえ、サンドリオンの情報を持っているのはあなただけです。どうか皆を導いてあげてください。了解しました。クンツァイト、私が管理コア権限で組み上げた四年城です。これでサンドリオンの指示系統を固定化すれば、疑似管理コアのコランダームでは解除できないはずです。サンドリオンに降下指示を出した後はこれを使ってください。では皆さん、スピルリンクの用意を。第一段階として四年石にサンドリオンへのスピルリンク用の四年術を書き込みます。第2段階、私とサンドリオンをつなぐスピルリンクを四年石に接続。シング、まず私にスピルリンクを。その後、四年石の力に乗せてあなたたちをサンドリオンの疑似スピリアまで導きます。サンドリオンのスピリアを感じたら強く空へと念じてください。わかった、じゃあ行ってくるよ。最終段階、四年石の力を解放します。
その力でリンクラインをこじ開け、サンドリオンへの通路にします。結晶騎士のお二人は力が暴走しないよう抑え込んでください。力が暴走？そんな話聞いてないよ。このような巨大な力、リチア様、あなたのスピリアが消し飛ぶかもしれませんぞ。仲間を死地に追い込む私がこの程度の危険から逃げるわけにはいきません。それに舐めないでください。こう見えても私はクオーティア最高位の四念術師です。認めざるを得ませんな。あなたは立派な騎士です、うん、どうなっても私は責任取らないよ。水の中だと。溺れろ。イナ、ここはサンドリオンのスピルメイズだ。歴史の心配はない。本当だ、息ができる。ちょっと楽しいかも。サンドリオンのスピルメイズ、クジラだから海の夢でも見てるのかな。どうかしら。人のスピルメイズに比べて人工的な印象だけど。皇帝、ここはサンドリオンの巨体を制御するために作られた疑似スピリアだ。最深部にサンドリオンのコアが存在する。そのコアに接触して降下を命じればガルデニアへの転送は阻止可能なはずだが、リチア様がスピルリンクを維持できる時間はそう長くない。その時間内にここへ戻れなかったら、リンクライン上のどこかへ強制的にリンクアウトされる。ライン上のどこかへリンクアウト？つまり空中へ放り出されるということだ。はぁ、溺死はしないけど墜落死するじゃないか。なら急がねばな。あんたは止めるからいいけどさ、もうほらほらみんなコアに向けて全速前進。この調子でガンノコ行くぞ。力が湧いてくるぜ。
ちりきちきち戦闘終了。なんだそれ。ベリルの表現を導入してみた。いろいろ間違ってねえか。させる。戦闘終了。なんだそれ。ベリルの表現を導入してみた。いろいろ間違ってねえか。
戦闘を積み重ねた結果だ。大丈夫か？何かあれば申告しろ。大丈夫。訓在とは？問題ない。先へ進むぞ。もっと強くなってやる。戦闘パターン、記憶。悪いけど無理してんのか？問題ない。痛覚の遮断を試みているだけだ。それを無理してるって言うんだよ。
私たちは負けられない。だからどこまでも進むんだ。二人一緒に。まだまだ強くなるぜ。頑張った結果だね。警告、敵だ。切って撃ち抜いて試算させる。よっしゃ！目標大破、戦闘行動を終了する。この力で琥珀を守る。排除行動に移る。切って撃ち抜いて試算させる。私たちは負けられない。だからどこまでも進むんだ。
国敵だ。私たちは負けられない。だから戦闘を積み重ねた結果、排除行動に移る。やるじゃねえか。翡翠こそ海の底から雲の上に出た。あの羽クジラがサンドリオンのコアってやつか。皇帝、あのコアに地上降下を命じるのだ。強い思いをぶつけるんだね。頼むサンドリオン、地上に降りてくれ。クリードなんぞの言いなりになってんじゃねえぞ、このクジラ野郎。ナムナム、クジラさん、地面でお昼寝でもどう？きっと気持ちいいよ。降下ポイントは北大陸ノークイーン付近に設定せよ。サンドリオン降下開始。四念城によって命令を固定化。あれ？今のでいいの？なんだ、案外単純だな、あいつ。エメラルドの髪の女、何者だ。あなたはフローラ様。あんたがリチャーの姉さん、ガルデニアの中にいるんじゃなかったのか。今このサンドリオンにいるのはクリード、リチア、それともセルランドの方でしょうか。確かめる術はありませんが、ガルデニアの脅威を未来に伝えるためこの記録を残します。これはフローラ様が残された記録映像か。私はフローラ・スポデューン、ガルデニアという虚無の化け物を生み出したクオートの一人、そしてこの世にたった二人の家族すら守れなかった愚かな女です。
うん、頭の中に映像が流れ込んでくる。クオーティア中のスピリアを無差別に吸収するだと、こんな発動はありえん。まずい、リチアよ、吸収したスピリアを一度全て元に戻すのだ。あ、なんて凶暴な力。飲み込んだスピリアをカルデニアが食べている。何をしている、リチア。ガルデニアを制御しろ。ごめんなさい、ごめんなさい。私は争いのスピリアだけを吸収するよう設定したはずだ。助けしっかりなさい、リチア、クリード。フローラ、エース様。ガルデニアの発動は継続中です。このままではセルランドも白化してしまう。セラフ兄弟に命じ、サンドリオンをセルランドに待機させてあります。あなたたちはサンドリオンに移り、外部から封印術を仕掛けるのです。私は内部からこの化け物を抑え込みます。対抗螺旋封印、それではガルデネを封印できても姉様も一緒に。違う、フローラ、ガルデニアは化け物などではない。ガルデニアは腐り切ったクオーティアを理想世界に変える救世システムなのだ。現実を見なさい、クリード。私たちは命ある限りこの罪を償わなければなりません。姉様に罪など。罪は私の命で償います。私はあなたたちに一番大切なことを伝えられなかった。それが私の罪なのです。やめろ、やめてくれ、フローラー。嫌です、姉様、姉様。我が主よ、脱出してください。フリード、リチア、理想の世界を作るために本当に必要だったの。本当に必要だった。フローラ、フローラ、フローラ姉様。これがガルデニアの発動。リチアのお姉さんが自分を犠牲にしてガルデニアを止めた時の記録。そしてこの直後にリチアとクリードは相打ちになったのか。ガルデニアは私が命を懸けて封じますが、それもどれだけ持つか。ガルデニアの再発動を許せばセルランドのスピリアは全て食い尽くされてしまうでしょう。私にもガルデニアを完全に消し去る方策は立ちません。せめてもの償いとしてこれを残します。これはガルデニアとソーマの開発機密データだ。どうかお願いします。ガルデニアを止め、世界を、人々の思いを守ってください。願わくばそれをなすのがクリード、リチア、あなたたちであらんことを。お待ちください。あなたが最後に伝えようとした本当に必要なものとは一体。この声はクルクル髪の小娘機械人。お前だって小娘だろ、変な帽子の相馬使いね。サンドリオンのコアに何をしたか知らないけど逃がさないな。目的は果たせたわ。スピルリンクの出口まで全力で撤退よ。
いいわね、クンツァイト。ああ、了解だ。させる。戦闘終了。被害想定範囲内。出やがったな。強くなるぜ。
ち抜いて離散させる。この調子でガンの子行くぞ。戦闘終了。なんだそれ。ベリルの表現を導入してみた。いろいろ間違ってねえか。主の邪魔はさせん。最後の攻撃、悪くなかった。へへ、だろう。しかし、発射角を考慮し。なあ、もう勘弁してくれ。このままガンドコ行こう。
きっちりきちきち戦闘終了。なんだそれ。大丈夫か？何かあれば申告しろ。大丈夫。クンツェイトは？問題ない。もっと強くなる。出やがったな。私たちは負けられない。だからどこまでも進むんだ。きっちりきちきち戦闘終了。なんだそれ。ベリルの表現を導入してみた。いろいろ間違ってね。
ところに穴を開けて入り込んだか。まるでネズミだな。お前はストリーガー隊、なぜクリードに手を貸すの？ローレンツ少佐、召喚にはどうしても欲しいものがあるのだ。欲しいもの？世界中のスピリアを犠牲にしてまで何を手に入れようってんだ？その世界中の人間どもの思いが欲しいのだ。クリード様は許可してくださった。ガルデニアが集めたスピリアの中から好きなスピルーンを召喚のものにしていいとな。あれはスピルーン？そうだ、相馬を手に入れて以来コツコツと集めた召喚の自慢のコレクションだ。集めただと？まさか相馬を使って人のスピルーンを抜き取ったのか？いかにも。このバラ色に輝くスピルーンは結婚前夜の花嫁から奪ったもの。どうだ、育んだ愛が実る直前で摘み取ったからこそこうも可憐な輝きを見せるのだ。こちらのまだらに光る二つは双子の姉妹を同時に。許せない、相馬をそんなことに使うなんて。おお、召喚の拷問に耐えた少女か。お前のスピルーンはさぞやいい色をしているのだろう。おそらく召喚自慢のこの一品、父の作った試練法で母親を失った少女のスピルーンと同じくらい美しかろう。父の作った試練法？それはまさかラピスのスピルーン？そうさ、試練法の公開使者に妨害工作をしてやった記念の一品だ。あの時のシルバの顔といったらなかったな。なんてクソ野郎だ。ヘドが出るぜ。ラピスが目覚めないの、ハルさんを殺したのも、アイザック先輩を追い詰めたのも、全部お前の仕業だったのか、ストリーガー！今頃気づいたか。
シルバもお前もその鈍さ、特務部隊が聞いて呆れる。ストリーガー、こいつもこいつも鈍い鈍い。行くぞ。おっさんだって成長するんだぜ。力が満ちてくる。もっと強くなる。アイザック先輩たちの悲しみの代償、お前の命で上がらってもらうぞ。やめろイルズ。そこをどいて。こいつを、こいつを、私はイルズ、目の手は目覚めたラピスを抱いてやるための綺麗な手でなきゃいけねえ。こんなクソ野郎の血で汚れちゃいけねえんだ。このクソ野郎は俺が。そんな男でもまだ使い道があるのでな。その辺にしてもらおうか。クリード。あ、もうリンク通路が限界だよ。なるほど。思念術でサンドリオンへのスピルリンクを仕掛けたか。なかなか大胆なアイディアだ。では同じ方法でお帰り願おうか。こいつリチアがあの思念石を使って生み出した力をたった一人で。貴様らごときの小細工などネズミに泥を跳ねられた程度だが、少々気分を害したのでな。力が入りすぎて殺してしまうかもしれんが、まあ気にするな。ラピスのスピルーンを、ラピスのスピルーンを。やめろクリード。
ワイロックス、彼女になってあげるから私の担当半分持ってこない？全力で断る。同じ付き合うならリチア様がいい。うわ、ワイロックスって実はロリー？あら、多分私の方が年上だと思いますわ。ほんの2000歳ほどですけど。あ、そっか。じゃあリチア様、うちの隊長年上好きだから気をつけた方がいいかもね。これは何かが急速にリンクラインを。やはり四年石がラピスのスピルは取り戻せなかった。イネス、心配すんな。俺が手助けしてやる。必ず目覚めたあの子をおめえが抱けるようにな。ガラド、カル様、サンドリオンはどうなったのですか？効果命令は出せたが、クリードに強制リンクアウトさせられた。しかもご丁寧にゼロムのお土産付きみたいだよ。警告、ゼロムたちはノークイーンに向かっている。なんだと？クソ、このままじゃ里が。リチア、私に構わず里へ。シーラたちを守ってください。バカ野郎、てめえも一緒に行くんだよ。ほら、みんな立て、里を守りに行くぞ。Thank you.